はい、皆さんこんにちは、車いじりバカです。今日はですね、ヘッドいよいよ組んでいきます。まず何やるかというとですね、このカムシャフト、虫食いがあったんで、まあヤフオクでたまたま程度のいいやつが手に入ったんでこいつに変えるんですけど、本当にこいつ大丈夫かっていうのをちょっと私のもともと続いてたやつとこいつとでカム山の高さとかをちゃんと測ってみたいと思います。はい、35.85.35.測定終わりました。もう詳しくはやりませんけど、ほぼほぼというかもう私なりの素人のこの適当な測り方ですけど、それでももう全部で16個あるうちの14個がぴったし一緒で、2個だけ若干これ多分測定誤差だな。まあもうほぼほぼというかもう全く一緒でした。なのでこの日本のカムシャフトはもう全く同じものであると思って間違いないということです。なんでやっぱりこの買った方を使っていこうと思います。はい、そしたら次はですね、このバランバランにしちゃったロッカーアーム、これアッセンブリーなんで組み立てていきます。今回ですね、新しいパーツを買った部分があります。それがこのロッカーアームですね、とこっちのロッカーアーム。これが肩当たりしていて、ちょっと見えるかな、肩べりしてます。私の過去の動画を見ていただいた方はお分かりと思うんですが、私のカムシャフトが冒頭お話していたように虫食いのような腐食があったので、その腐食があった部分と接触するロッカーアームが肩べりしてしまっているということになります。この部分を新品のパーツに交換していきます。これとこれだけ新品に変えました。あとはちょっと予算の関係で今あるものを使っていきます。それともう一個買ったのがこのアームの軸ですね、インテークロッカーシャフト、これが2つ、こいつとこいつ、これを2つ買ったんでこれは新品に変えていきます。あとこのなみなみのこのプレートですね、これも新品に買ったんで変えていきます。あとは今あるものは流用でいきます。このスプリングが入ってるんで、うまくやらないとなんかすぐバンって弾けちゃうみたいになるので、ちょっとそこを気をつけてやっていきます。よし、ではやっていきます。これが新品パーツです。新品のロッカーアーム、これがシャフトですね。でこれがなみなみの、なんていうんだっけな、これウェーブワッシャー、その名の通りウェーブワッシャーですね。ワッシャーが並々になってるやつです。まずこっから組んでいきます。本当は全部新品にした方がいいんでしょうね。こうやって油をさしてると、やっぱり車にオイルっていうのは重要だということが分かりますね。やっぱね、なんかほらオイルが良くないと車は傷みますね。いい勉強になるわ。こう映ってますかね、こういうのな、本当はな良くないんですよね多分ね。でもこれ全部やってるともうエンジン丸ごと乗せ替えみたいな話になるんで、ちょっと鍋もしつこく言いますけど、キリがないので。よし、こっちね、エクソースだから、こっちが前半分ね、できました。これに、あ、ちゃうやん、これ通さなあかんやん、何してんねん、ちゃうやん、こうやん、こうやん、こうしてやり直し。よし、こっちはそうか、こっちはそうか。
で、こうして。で、こうして。これは大変やぞ。じゃあこいつにこの新しいワッシャーをウェーブワッシャーを入れまして、でオイルを塗りまして、こうしてこっちもこうして、でここにで、こいつは新品に交換。で、こいつも新品に交換です。これに。光り方が全然違うね、うん、あ、これこっちやん、こっちが先やった。よし、そしたらバルブを組み込んでいきたいと思います。それでバルブが組み込めたら、こっちにさっき組んだカムホルダー、カムシャフト乗っけてカムホルダーをつけるというふうにやっていきます。これはこれで綺麗にしたつもりなんですけどね、なんかだいぶ汚いけど、まあいいや。あとバルブもですね、もうちょっと綺麗にした方が、凸凹があるとなんか型焼けみたいになるよって言ってくれた人がいたんですけど、実はこれあの凸凹に見えてるけど、かなり磨いたんで、こうやって見ると、まあもうピカッと光るぐらいのツヤが出てるので、もうこれでいきます。あんまりこれ以上研いでももう差が出ないような気がしたんで、はい、これでいきます。ちょっとバルブすり合わせやりすぎて、ここのバルブのこの幅の限界点を超えちゃったんじゃないか説が実はあるんですけど、まあ大丈夫ちゃうかな。もうね、メガネをいちいち変えな見えへんからほんまやめてほしいやめてほしいってなんやねんと。1点、あ、大丈夫やな、 1.8 ぐらい大丈夫ですね、はい、ということにします。やっていこう。はい、このバルブステムシールをつけていくという作業をやります。バルブステムシールは全部でインテグが6つ、エグゾースト側6つなんで、こういうのですね、ブチュッとはめていくんですけど、ここにもともとはこういったソケットを使ってですね、こうやって無理やりギュッて押し込もうかなと思ってたんですけどいつもお世話になっていますホンダカーズ日吉の
整備士さんからですね、それは絶対にやめた方がいいと言われまして、そしてなんとツール貸してもらっちゃいました。もう本当にもう神です。本当に神様。はい、しばらく使わないんでいいですよとか言って貸してくれました。もうこれをこうはめて、こうやってか。ああなるほどな、そうだ、専用ツールだわな。それでグッとはめていくということのようです。これでやらないと、なんかこの、まあもちろんそうなんでしょうね。このシールがなんか歪んだりすると、こっからオイルが侵入してきて、オイル上がりになるのかな？上がりですね。違う、オイル下がりか。ん？ちょっと待って、どっちだ？こうだからオイル下がりか。燃焼室にオイルが入り込んで、良くないということが起こるということで、ちょっと一応ちゃんとマニュアル読んでやろうと思います。よし。じゃあ最初まずインテーク側ですね。これインテーク間違いないな。はい。インテーク側。これもインテーク側。インテークですね。さっきセットしたのもインテークのバルブステムシール。ほい。そしたらインテーク側の3番の右側からやっていこうか。はい。3番の右側なんで、これですね。この人をまず、よいしょ。ここにはめていくんですが、まずバルブステムにオイルを塗布しなさいと書いてありましたので、オイル塗布するのはでもこっちだよな。こんな感じでいいのかな。こっちの方は油あんまつかないはず。違う、こっちがつかないのか。そやね、先っぽのはついてもいいけど、入れていきます。よいしょ。これ軽く動くか。動きますね。軽く。OK。これなんていうんだっけな。バルブスプリングシートをつけまして、このシートの上からインテーク側のシールをはめていきます。これでいいのか。せやね、こんな感じだったね。確かにこれがないと絶対失敗するよな、これ。うん、確かこんぐらい空いてたと思うんだよな。全部ね。OK。そしたら、ひっくり返します。よいしょ。忘れるわ、これ。なるほど。確かにな。専用ツールなかったらもうめっちゃ苦労するな。ひっくり返して、落ちてきはりますな。どうしたらいいんだ。こうしたらいいか。こうして、よいしょ、スッと、OK、スッと。このツールは買わんとあかんですね。はい、お借りしたツールのおかげでめちゃめちゃ簡単に、あっという間に6本バルブステムシールはまりました。ほんまに一瞬でした。やっぱり持つべきものは正しいツールですね。バッチリです。
よし、そしたらスプリングはめていきます。とインテーク側の3番の右、インテーク側の3番の右、これね。このスプリングは不等ピッチで止め、ピッチの狭い方をバルブスプリングシート側に、ピッチの狭い方をバルブスプリング側に当てると。はい、こうですね。でやっぱりツールがいるな。よいしょ。これ安物だけどすごい役に立ってますね。やっぱり買ってよかったっていうか、ないと無理だなこれな。はい、少し解説します。今やっている作業はバルブの後端ですね、傘の反対側に当たる部分にバルブコッターというめちゃくちゃ小さいパーツをはめようとしているところです。このコッターというのがはまっていないと、バネの力がバルブを閉じる方向に全然かかっていないことになりますので、このバルブスプリングコンプレッサーというツールでバネを縮めておいて、その隙にこのバルブコッターというパーツを2つ左右からバルブの溝にカチッとはめ込むことで、バネのテンションがバルブにかかるということになります。これコッター自体が米粒2個分ぐらいのサイズのパーツなので、老眼で手元が震え気味の50代後半のおっさんにはめちゃくちゃ大変な作業でした。お、入ったか。入ったね、多分ね。はい、だいぶコツが分かってきました。よし、まずはこいつをセット。ここまでセットできたら、一回こいつをここへ倒してちょっとステムを立てます。それでコッターを1個手に取り、ここにオイルを垂らします。それでこのようにピンセットでつまみまして、まずステムの上の方に当てる。当てたら指で支えて、そのまま指で下の方にパチッていうまでスライド。あっと、下行き過ぎた。 OK、 いけるいけたいけた。はい、これでハマりました、定位置に。そうすると反対側のコッターをここにまたオイルをつけまして、で同じようにピンセットでつまんでスライドさせていきます。ビデオ回したらうまいこといけへんな。そういうもんか。さっきまでうまいこと出てたのによっ。お、もういきなりスライドさせるともいきました。はい、慣れてくるとこんなもんです。でこのままの状態を保持してですね、よし、これで素早くこいつを緩めていくと。オッケー、できた、はまりました。まあというのをですね、繰り返すだけなんで楽勝ですとか言って。はい、相変わらずおっさん楽しそうですよね。ということでこの日はヘッド側の大事なところはほぼ組み上がったかなというところまで行けました。この後バルブクリアランスを調整したり、スロットルバルブを掃除してちょっとやらかしたりということをやりましたので、その時の様子は次の動画でお届けしようと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。それではまた。